DJ Silent Zone MC フレイプリア、シカのゲイ桜坂スキャンギュスターシップ。アジアの島国、大陸から見れば神風武士の国、白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道、弱い優しさがうしかないなら力つけるそれしかないから、嘘本当見分ける左右の目、まだ分からねえ自分の左右の目、見捨てないで神はミスター K4、 逆境の日々は戦場、夢ボーイ語りや暴挙、仲間の笑顔ボーイ、夏殺など概念だ、怒り苦悩学びで召喚、トランプ大統領はコロナにかかったっていうニュースが最近流れて、Kさんから見てどう思われますか？向こうのやつと昨日かなんか電話で喋ってて、本当はかかってなかったんじゃねえかとかいうやつもいるし、でほら何ですかね、コロナにかかる前に本人をもう俺はワクチン打ったっつってたじゃないですか、でワクチン打ったの、だからなんかいっぱい説があるみたいですけどね、かかってないのにかかったふりをしてるとか、本当にかかったとかで、ワクチン打ったからかかったけど軽く済んだとか、なんかいろいろあってどれが本当だかわからない。薬の名前言ってますもんね。あ、そうですね、あれは多分それの宣伝でお金もらってますよ。 それはもう間違いない、海洋的な、感じですよね。計算的には大統領選はどうなると思いますか？自分個人としてはトランプのままの方がいいような気がします。やっぱアメリカなんかみんななんかあじゃなこじゃない言うけど、やっぱトランプってすごいと思いますよ。それはどういう、今まで歴代の大統領の中でなんか悪いように言ったらちょっとヒトラー的な、ドイツのヒトラーいたんじゃないですか、的な部分もちょっとありますけど、で白人主義者でもあるし、だけど今のアメリカにはやっぱトランプが必要なんじゃないかなって思いますね。でもう一人の今になるとちょっと中国寄りになるのかな。今自分が一番なんですかね、自分もう来年還暦でそんな長くないから、まあ自分だけのことを考えるとね、後にその世界が共産党が占めていって、その世界の通貨もね一個に統一されちゃったとか、そういうふうになっていくような気がするんですけど、まあね自分も年で。ね、そういうふうになる前に多分死んじゃうでしょうから、まあそこまではあれですけど、やっぱ、ね、子供がやっぱり自分もいるんで、今中学2年じゃないですか、そいつらが成人になった時にできたら生きづらい世界になってほしくないと思うんですよね。そういうのを考えるんだったらアメリカはトランプのまんま行ってもらいたい。今 その要は中国が覇権を握るか、アメリカがちょっとそれは待ったみたいな感じで、そういった中でやっぱ日本って一番東の国で、要は中国につくかアメリカにつくかみたいな感じの話になってますが、Kさんはやっぱりアメリカについてはどう思いますか？それでも中国についてはどう思いますか？自分個人の希望って言ったらおかしいですけど、自分はやっぱアメリカの方になってもらいたいですね、子供たちのためには。やっぱ共産党は共産党の悪い部分もたくさんありますし、子供たちのためを思うんであれば共産党にはなってもらいたくないっていうところが自分はありますね。だってあんなマカオが結局中国になっちゃいましたからね。
香港、マカオってやったら、マカオあったじゃないですか。あれも完璧に中国ですよね。もともとイギリス領？だから中国？そうです。だから香港とマカオって一緒で、ほら、あの、ね、カジノがあって、で、はい、でイギリスに取られて、ずっと、まあ、100年くらいでしたっけ、そうです。初日っていうか、まあ、当時イギリスが統治して、で、中国に返還されて、そうです、中国に返還されたっていうか、そのなんか約束があるんですね。そうです、でまだその日にちが残ってるんですけど、うん、結局もう中国になっちゃいましたもんね、うん、だからやっぱ中国もやっぱすごい今強いんで、うん、でやっぱ共産党が今ね破滅寸前って言ったらおかしいですけど、ギリギリな状態なんですね。で習近平もやっぱ何かをやんないといけない時期に来ちゃってるじゃないですか。その辺で結構強行突破を結構してる、香港のあのデモもそうですし、やっぱいろ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 仕掛けてきてるじゃないですか。で一昨日あたりから台湾とも揉めてますしね、はい、だからやっぱアメリカにはトランプが必要なんじゃないですかね。それかもっと強い人、いつも言うプーチンみたいな。だからプーチンみたいな人のあのなんかロボットみたいのを作って、世界各国の大統領もなんかそれロボットにすればいいんですよね。プーチンロボット、プーチンロボット、はい。でそれで全部の国が全部それで話し合いをしてくれればいいんじゃないですか。優位に立ちたいというか覇権を握りたい。そうですね、はい、で自分がいいと思うのは、トランプさんは自分の考えを自分で言っちゃうからいいと思うんですよ。他の国の大統領ってあれ自分の意見じゃないじゃないですか。誰かがこれを言いなさいって言ったことを発言する。日本もそうですし、で、ね、日本もその総理大臣というのがいて、ね、例えば何か話す時でも人の言葉じゃないわけじゃないですか、ね、もうそれを言う人がいて、もう言うことも決まってるわけじゃないですか。だから省庁でそうやってあるんですかね。じゃなくて、だからいるんですよ、いるんですよ。それは名前も自分は分かるんですけど、それはちょっと言うと多分自分公安に連れて行かれちゃうんじゃないかと思って。でもやっぱそういう人がいて、やっぱその人が言ったことを総理大臣が代弁する、ほぼ大体そういう感じじゃないですか。だからそういうんじゃなくて、やっぱ自分の意見を叩かれてもトランプさんは言うじゃないですか。でもやっぱトランプさんって国民からその要は投票を受けた、そのみんなが決めた 大統領なので、要はその民意を発するというか、まああれですね、アメリカンファーストって言ってるから、アメリカの国の住んでる人たちの代表者って、そうですね、リーダーですもんね、日本なんかあんまりないですよね。そうですね、日本はやっぱもう他の国のことを、他の国を気にしながら気にしながら発言するじゃないですか。Kさん、考え言ってください。そうですね、Kさんにもう政治家になってほしいとか、そういう一日でクビになっちゃいますよ。国だけよより大事な今日、罪と罪は消えないが卒業なサプライズ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、right.